服部先祖明治19年12月12日は、明治時代の第日本帝国海軍士官。通称は、聖助。長府藩出身。第二次長州藩留学生として、イギリス留学後、海軍兵学領教官、比叡副艦長を務めたが、病気により溶接した。海軍大佐生6位、訓後等。加映3年11月15日長府藩士。 江本重しの次男として生まれ、文久元年同伴し、服部宗重の養子となった。修道場に学び、慶応二年下関戦争敗戦後設置された、長州藩外人応接所に、見習いとして勤務した。外人応接方、伊藤博文、グラバー小海 JM ジェームスに、イギリス留学を勧められ、1867年2月2日または4月27日。 長州藩から、グラバー紹介に買い戻された第2、日の江とラマ丸で、下関を出港し、霊浦島、鹿児島、上海、香港を経由し、6月イギリスに到着した。他の乗組員からの扱いは過酷で、サメの泳いでいる海中に飛び込まされたこともあったという。グラバーの故郷はバディーンシャーで航海士の父に預けられ、レストランで皿洗いをしながら、英語を学び、 1868年、テムズ公海学校に入学し、ロンドンテムズ川、エリス航空に停泊中の練習船、ブースター号士官生徒となった。同校は後に、東郷平八郎が入学したことで知られる。1871年1月、イギリス海軍省以降補正として、地中海艦隊ロードアーデン号への乗り組みを命じられ、アイアンデューク号で現地に向かった。 一ヶ月後ディフェンス号に転じたが、直後パンテレリア島沖で、暴風雨にアイナンパ寸前となったため、ロードアーデン号に戻され、四ヶ月後見習い士官となった。この頃、同郷の福原和が、陸軍からイギリスに留学しており、小便虫を通じて、イギリス海軍省と引き抜きを交渉するも断られた、ため、帰国後兵部省、大輔山形有友に掛け合い、 7月1000を海軍官費留学生とし、学士を支給した。2ヶ月には、文部省も引き抜きを試みて送金したが、1872年8月手を引いた。1872年7月ディフェンス号で帰営して、上陸休暇中、岩倉施設団として、来営中の伊藤博文の説得により帰国を決意した。 1873年7月27日 P&、o、大山弁合で横浜に帰着し、東京一番町39番地の福原、数々宅に身を寄せ、海軍兵学寮でダグラス教師団によるイギリス式教育の導入を補佐した。1874年4月9日、日進艦に乗り組み台湾出兵に参加。1875年1月5日帰国後。 8月16日、ロシア帝国領カムチャツカへ航行し、11月4日、帰国した。1877年6月3日神戸で、カモノショマルに乗り組み、西南戦争の戦況を調査し、7月30日、帰京、その校により、訓後島総校局実証を受賞した。また、この頃から海軍卿河村染吉の秘書官を務めた。 1878年8月ドイツ海軍、ライプツィヒ号艦長、生徒、1879年ロードアーデン号の設計者、エドワード・ジェームス・リードを共応した。1880年比叡副艦長となり、4月8日、ペルシアへ航行し、9月27日帰国した。1881年9月、松村厚志と英国高村接待委員に任命され、 10月から11月にかけてイギリス海軍幕間ティゴで来日したアルバート・ビクター・ジョージ・リョウ王子を接待した。1882年2月8日、脊髄チューブにより下半身不髄となった。なお、大追い、江本腎臓が父から聞いた話では、日清戦争に備えて土佐沖で演習中、暴風雨に遭遇し、小柱を切断した際、甲板に落下して、 尾低骨を打ち、立てなくなったのだという。22日横浜従前医院に入院、5月6日、東京大学医学部附属病院に転院、代々木病院に入院したが、1883年6月10日、東海守府を辞して帰国し、山口県豊浦郡豊浦村あざ、土井さんの兄、高吉の家で療養した。百八十六年五月十三日退職し、 12月12日、死去した。北洋艦隊が進行してきた際には自ら、打ち払おうという遺言により、海を望む平井寺に葬られた。ありがとうございます。